どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということでね、えー、今日も張り切って参ろうと思いませんか <laughs> ということで、黒沢拓也のタバトイ、はい、ということでね、えー、今日も張り切って参らなあかんなあなんて思ってるんですが。 えー、今日もブルックリーンからお送りしております、黒田武のタイムアウト、なんと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 157回目ということで、だいぶ来ましたね、これ。157ですよ、皆さん。えー、?157 ポンドといったらめちゃくちゃ重いですよ、もうこれ重量級レストランかな。 ええ、<laughs> 思ったりするわけですけどもですね。寝起きでやらせてもらってるんですね。今とりあえず脳みそをですね、今、ローギアからですね、セカンドに入れようかというところで今、しゃべっておりますけども。さあ、ニューヨーク。日本めちゃ寒いらしいですね。こっちはね、昨日ようやくなんか1時間、2時間だけちょい雪が降って、あ ついに始まるかと思ったら、またそれも、えー、夜更け過ぎに、えー、雪は雨へと変わりましてですね、えー、えらいもんで、結局はただのずぶ濡れ大雨スタイルの一日だったんですが、なんか来週にはまた氷点下の世界にぶち込まれるということで、やはり例年通りの2月が始まるのかなといったニューヨークでは、えー、ございますけどもですね、えー、私の最近のお話でもしようじゃありませんか、バイチャーリーハマで行かせてもらおうと思うんですけども、 まあこのせっかくニューヨークに帰ってきてですねまあ冬は基本あんまりそんなアホみたいに仕事がないのでまあ制作の日々あとはリズムを取り戻す日々年末年始の疲れをですね取り戻そうということだいぶ戻ってまいりました夜はね朝は起きまあ当たり前なんですけどねえやってるんですけどもさあ帰ってきたからじゃバスケも支援といかんということでですねどっか あの室内でできるとこはないかということでいろいろ調べてたらバスケ友達の一人がですねあのちょっと遠いんですけど俺の家からはえクラウンハイツになるのかなブルックリンのクラウンハイツという地域の,あの体育館市が経営してるねあの体育館があってえこの前かこのこの前ぐらいにあのメンバーになりに行ったみたいな話しましたよね体育館そこ,そこのメンバーになればブルックリン中の,その似た施設同じ施設は 入れるんですよその同じメンバーシップでっていうね素晴らしい話があるんですけど火曜日の朝一行くっていう話になって行ってみたんですけどもですねそこもあの YouTube で見るストリートバスケみたいな連中ばっかりで、まあ、簡単に言うとちょっとあの荒くれ者が集 <laughs> まっててですねもう喧嘩してるんちゃうかいうぐらいずっと言い合っててですねでもうそこ入るなりいきなり試合ってなってまだ朝起きで。 電車乗ってはやとついたと思った瞬間に試合に巻き込まれまして、え開始5分で右足を軽くぐねるというね、えー、とんでもないあのブルックリンの洗礼をですね、20年目、19年目にしてまた受けたというね、いやー、でももう、もう国技ですね、もうこれはアメリカのバスケットはって思いました、もう日本でやるバスケットは全然様子が違いますね。もうその… もうそれで育ってる人たちばっかりやからもうプレーの幅も多いしまあとにかくラフですね体の当て方が痛い痛い日本だったら痛っとかねファールやって言われるのがほとんどだと思うんですけどこっちはなんかもうそんな当たり前やと僕がこうゆるゆるゆるドリブルしてたらねぶわっと取りにくるんですよでもう自分より身長高い連中が自分の5倍ぐらいの速さで動くんですよもうこれねいやーそれは無理やわ 感じですねもうまさにあの湘北三王戦で、えー、ハーフタイム後の後半の最初ずっとゾーンプレスをかけられてるかのよ,あのようなね、えー、状態でずっとバスケをしたんですがまあ、足首は、ね、そこまでひどくないんでもう1週間ぐらいで治るとは思うんですが、えー、ちょっとねバスケも気をつけてやらんと気合を入れてやらんと、えー、本当に怪我するなと。 え思わされたまた、えー、1月の、えー、お話で「ございましたでごめんなさいまぜ、あ、ましたまぜ、あ、ましたまあ、いやそのバスケの話もうさっきのでええから思ったんですけどもこれってほんま文化やなと思うんですけどももうそのバスケ中にもうオラーとかその例えばすごいヒートアップするじゃないですか1対1とかでこの A 君と B 君とかがほんならもうそれでこうしてこましてやっつけたらもう。 マー見ろって顔面、もうマジで1センチぐらい顔近づけてて、大声でその任した方に怒鳴るんですよ。で、その怒鳴られた方はもう負けん気強いから、死ぬ気でやり返すの次。で、またやり返して、うらーって、そのなんて言うんですか、この文化ってあんまり日本にないじゃないですか。あんまりそんなん、なんて言うんですか、そういうのなんかこう、そんな人したらあかんみたいな。そんな人したらあかんトール君そんなん そんみたいなん。<laughs> 誰ですか、トール君って。あかんって言われそうなとこありませんでも、こっちやなと思ったんですよ。もう、はっきりさせようやないかと。でも、それって音楽にも出るなっていうのをなんかね、これ言ったんちゃうかなもん言ったかもしれない。アンソニーっていうね、僕の2歳後輩でニュースクールに入ってきた。 トランペッターの子がいるんですけども彼がね昔俺はまだ学生の時に言ってたんがあの「いや俺はと」と尊敬してったり憧れてたりいいなと思うトランペッターのフレーズを全部研究してで、えー、そこに行くとでそのそいつのところに行ってわざと横でその彼のトリックというかフレーズを全部吹いた後に自分でさらに叩きのめして俺は仕事を取っていくんだっていうのを聞いていやもう。 殺戮殺戮じゃないですかみたいな <laughs> もう自分の考え方と違いすぎてびっくりしたのを覚えてるんですけどでもそのやっぱりねこのまマッスルな考え方というか力こそ正義だっていう考え方は悪いとはめちゃくちゃいいと思いますしただそれには強靭な精神力が絶対必要ですよね。そうそうやってこう まあまあこうスポーツの世界でまあ試合ってなると、まあまあそれでもやっぱりね、勝つためには何でもやってくるというか、精神的なこのゲームも絶対やってきますからね、その NBA とかでも,もうめちゃくちゃ口悪いやつ、すごいこと言うらしいですよ、もうその相手の嫌がることをね、もうちっちゃい子でぼそぼそ言って、どん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 ん動揺をさせてね、プレーのリズムを乱すということなんですけどもですね。 日本やったらそんなめっちゃ嫌なやつやであいつってなって終わってしまいそうなやつですけどもこっちやと勝てば官軍っていうのはもう未だに色濃く残ってんのやなとまあもちろん、えー、勝負の世界ですからそこはもう全国共通なんですけどもそのバスケの時にものすごいそれを感じたなとただの草バスケなんですよそんな別に。 ちゃんとした試合でもないしあの平日の朝に集まってくるような人たちですからいやでもすごいなと思ってねそのもう一回始まってしまったらもう絶対負けへんっていうね、えー、こっちは怪がせえへんがモットーでやってんのになんか申し訳なくなるというかね、えー、そんな、えー、またこのアメリカを感じた1週間でございました。<music> はい、ということでね、今日も頑張っていかなあかんなんて思いながらですね、この弱肉強食、えユナイテッド・ステイツ・オブ・弱肉強食で <laughs>、噛みましたね、いいとこで。いいとこで噛みましたね。いや頑張っていかなあかんななんて思ってるんですけども、えー、1月の風物詩といえばですね、私事なんですが、えー、タックス、税金の確定申告ですね、日本で言うと。でなん 大体一緒なんですよ。世界共通で4月ぐらいが、あの、なんていうんですか、デューデーなんですけども、1 0イ9っていう書類があってですね、えっと、人を雇う側の人間とか、だから僕とかこうメンバー、コーリーとかラシャンとかこうい、いつもこう、キャラを渡すじゃないですか。で、それが、えー、年間600ドル超えたら、1 0イ9っていう、まあ、正式な、えーこう、外注をしましたよという書類がもらえるんですね。発行できる。それがあると、 えと正式なその出費として認められるというか支出として外注したということでそれ,をねそれを発行するえと期限が1月31日なんですよだからそういうこう雇うことが多い人は1月中にやらないといけないとだ雇われる方が多い人はもう4月までゆっくりしてたらいいんですけど俺みたいにねこう。 レコーディングしてもみんなに頼むじゃないですか。か人が多いんで、えー、そうなると1月中にやらないといけないということでですね、まだまだオールドスクールですよ、私。えー、袋に溜め込んだ1年分のレシートですね、もうあれほんまに、あれやらなあかんもう、頭おかしになるんですけどね、いつも。もう、似たような。 もう束になったレシートをですね、ノートに1個ずつね、値段を書いて最後に足してですね、分類別に、まあこれは皆さんやることなんで、まあ俺だけ大変なわけじゃないんですけども、あの、まあ日本のタクシーとかも皆さん集めたりするんですか、しますよね。これ、よよあるあるないですかなんか、なんか同じ値段多ないですかなんか、例えばタクシーとか1890円ってめっちゃ多ないですかそんなことないですか ?2280 円とか、あ、これさっきあったよなと思ったら日付違うから、まあだから、 初乗りの値段とそこからこうメーターで上がってってまあ同じようになるんでしょうけどもなんかやたら同じの多いなみたいなのが結構ね感じたりするんですがまあそれを一日頑張ってですねで結局支出が多ければ多いほどあのあれが払う額が少なくて済むじゃないですかでまあ出費が多ければ カンプ金がね来たりとかもするっていう話なんですけども、えー、今回はだからその15人以上1099っていうその外注をした、えー、書類いやーすごいですねもう会社ですよね15人つったらね、えー、でそれをですねメールに添付して皆さん去年お世話になりましたと英語で書いてね、えー、今年ももっと皆さんとたくさん演奏できるのを楽しみにしておりますというね い、えー、いこととを書いて送りつけるというねそしたらみんな「おっ早ないか今年」ってうなるんですけどもそ1月中に僕はや,らへんやらないといけないから送っちゃうんですがそれを、えー、いつもですねまとめ上げて、えー、マンハッタンはですね32丁目とブロードウェイぐらいここコリアンタウンと呼ばれててですね 昔は、やはりこうアジアの料理がすぐ食べたくなっちゃうので、学生時代の時は、もう毎日のように行ってた、コリアンタウンがあるんですよ。そこで、チゲ鍋を食べたりですね、ブルコギを食べたりしてた。もう未だに行っても楽しいとこなんですよ。最近、日系マートよりですね、コリアン系マート、H マートっていうのがあるんですけど、もうすべて揃っててですね。 そっちの方がなんか品揃えがいいぞと。で日系の調味料も全部置いてるしコリアンタウンに行ったら毎回そこでねお買い物もしたりするんですがその友達に教えてもらって毎年お邪魔してるですね会計士さんがなんとそこにコリアンタウンにコリアンの方でテイさんっていうんですけども日本語もちょっと喋れるということで日系のねそういう確定申告する人がそこにこの時期はドッと押し寄せるらしいんですがもう5年以上かな。 えー、お座りににななってでですすねね年に1回しか会わないんですよ、ね、だからその先生のとこ行って変わらず、えー、なんか元気そうでめちゃくちゃおとなしい先生なんですけどもあの変わらずおとなしく元気でよかったなと思うんですがあの <laughs> おとなしいからね元気がないっていうわけではないんですけどもその先生が面白くてですね全然面白くないんですけどあの最初行った時にですねほんまかなっていうぐらい多分その視力そんな良くないんでしょうね多分。その 漫画みたいに僕のその資料とかをほんま顔面鼻ひっつくんちゃうかいうぐらいきっつけるんですよその紙を。でそうしてガネ合ってへんのちゃんって僕は思うんですけども。<laughs> <あの笑> <laughs> 眼鏡あってへん <laughs> そんな近づけな見えへんのかなとかって思うんですけどもだからその時ね当初めちゃくちゃ分厚い眼鏡あのほんまにあの漫画に出てくるぐらい分厚い眼鏡やったんですけど最近すごいスタイリッシュなね薄い眼鏡に、えー、変わっててかっこいいなーなんて、えー、<laughs> 思いました。<laughs> さあ、無事にですね、確定申告もその場で終わりましてですね、えー、ダメージを最小限に、えー、抑えて、えー、ご機嫌でその会計事務所出た。そしたら先ほど言いました、その H マートというですね、韓国系の大きな大きな,大きなスーパーがあったもんですから、いや、これは今日は宴じゃろうと。えー、もうほんま、ちんちゃんマシスなね、えー、ご飯が食べたくなったんで、ね、行きましてですね、三玉猿サルがええんちゃうかと。 豚の焼肉ですよねあの豚バラを大量に買って、えー、それを、ね、家の電気ペーストで焼いてハサミでちょん切って食っていくというねちしゃとごま、えー、の葉と、えー、1個忘れちゃった、あのー、味噌のソースですよね、あのー、あれってでそれを買うのを忘れたんで日本の味噌にニンニクとみりんとごま油を入れてですね混ぜて作ったら。 あ、ちょっとあと、辛いのも入れたかななんか、チリソースみたいなのも入れて、めちゃくちゃうまくできましたね。えー、今はもう、グーグル一つで、何でも作り方が出ますけども。いや、でも、久しぶりにサムギョクサル食いましたけど、いいですね。あの、牛の焼肉よりもたれないですね、やっぱり。 油がやっぱり牛と豚ではですね全然違うんやなというのをええー、感激しましてですねペロリンちょっといただきましたとさ。<music> さあサムギョクサルの話をしてお腹も減ってきたなというところだと思うんですがあのインスタのストーリーではあげたんですけども実は私ですねちょっと友達が「ポップアップでラーメンを出してるそのバーレストランみたいなブルックになるところでですね、えー、そ,のまあその友達がなんかや,やったらええやんタクヤもって話になってなんと、えー、ついにカレーやタクがですねタッカリーが、えー、デビューを、ね、しました。 あのーまあ、どれぐらい人が来るかも分からへんかったから、まあ、30人前ぐらいですかねずんどこでたっぷりというよりかはそこそこ大きめの鍋で、えー、めちゃくちゃたくさん作って持ってったんですが、あのー、楽しくできましたでも、あのー、あれですねカレーって米入れてかけるだけなんでそのタスクないじゃないですか だから、なんやろ、暇ですよね、めちゃくちゃ。あの、なんかこう、やってる感がないというか、作ったったでって感がその場でないんで、ただよそってるおっさんおるでっていう話だけになるんで、なんかめちゃくちゃ、6時から10時ぐらいまでいたんですけど、やることないからずっとビール飲んでたらですね、もう最後めちゃくちゃ気持ち悪くなってですね、えー、もう、でもカレーは売り切れたんです。だやっぱりね、あんなストーリーにあげたでしょ であの友達の漫画家の方が描いてくれたイラストやったんですけどもあのトランペットを右手に持ってたからみんなライブがあると勘違いしてさすがに来なかったですけどなんかライブは あるのっていう問い合わせがめちゃくちゃその「ポップアップ一緒にやってる友達の方にえ来たそうです。でもそうなりますよねなんかいきなり毎回ライブの宣伝あげてるやつがまた何かあげたらライブやと思いますよねまさかカレーしか出えへんなんて思わないと思うんですけども今回はですね、えー、なんと珍しく僕じゃがいもと人参絶対いつも入れないんですけどもじゃがいもと人参をあえて入れましてですねちょっとこう家庭感を、ね 日本のカレー感をちょっと強くして、えー、ゴリゴリに出しましたビーフカレーですね今回は丁寧にですね肉片一個一個に小麦粉をまぶしてですねそれを炒めて肉汁を閉じ込めて、えー、からの堂々のデビューということでやらせていただきましたけどもですね、まあ、一個だけちょっとまあ申し訳ないなと思うのがですね結局友達ばっかりになってしまいましてなんか新年会みたいになっちゃったんですよそのバーレストランみたいなところで。 で、いつもあったらうちで俺がカレー作ってですね、みんなうまいうまい言って買って、食って帰ってる子らが、なお金を払って食べなあかんっていうのが、なんか、ものすごい申し訳ないなって思ったというか、ああ、なんでこんないつも食ってるもんに今日は金払わなまあ、誰もそんなこと思わないんでしょうけどもですね。ええー、そんな、えー、カレーの、あの、いやでもね、飲食大変やなって思いましたね、その仕込みとか。 もちろん洗い物とか、まあ、まあ家でやってることなんでしょうけども結局量とかが全然違うじゃないですかそのね何十人前とか言ってで早い時間に入って用意してっていうのはなんかで片付けてってねあれはなかなかもう毎日やるわけでしょあれをまあその、まあ、音楽も毎日やらない人からしたら大変と思うのかもしれないですけどもちょっとこうかいまみたいなと。であの よくあるんですけどもこうアメリカだとこうバーがあってでキッチンとか調理場とか作業場が地下にあるところが多いんですよまあ奥にあるところが多いんですけどもそういうなんかこうプロフェッショナルの場所じゃないですかそこってレストランとか行ってもキッチンでなかなか入られへんでしょでああいうのちょっとね初めて見てねへえ米もね一生だけできるあの めちゃくちゃゃくでかい炊飯器で、えー、炊いたりとかほとんど使わなかったですけどね30人前くらいしかなかったんでええー、とかあの水道がもう3つぐらいあって大きな流しが3つぐらいあってそこで大量に洗えるようになってたりとか、えー、もう鍋やらキッチンの,もうそのグッズがねたくさん。 さんあったん見ていやープロフェッショナルやななんて思ったりしてですね、えー、これ飲食やってる人にさらなる、えー、リスペクト <music> さあ楽しくやってまいりました黒田拓也のタイムアウト第157回もうあっという間のね えー、お時間になったわけなんですけども皆さんお知らせでございますが GooddayLikeThisT シャツ、えー、エタ a k k i n b そしてミッドナイトクリスプ、えー、レコード絶賛発売中そしてクーブーのね僕と前回のゲストで出ました、えー、DJ マリヒトシんのですね、えー、ニュー音楽、えー、クーブーというプロジェクトのクーブーというファーストアルバムがレコードで、えー、サイン付き 2枚組ですね、えーで、絶賛、予約受付中で、2月の真ん中ぐらいから発送ができると思います。ぜひ皆さん、これ、サイン付きなんで、あのこれもね、もう売り切れたら、増版するかなっていうぐらいの話なんで、あのこれは、おそらく伝説の一枚になると、自負しておりますので、その辺もぜひ皆さん、よろしくお願いしますと。 えー、私事ですが黒田拓也2月にプチツアーがあります2月の9011ですね、えー、ボストンノースハンプトンそしてニューヨークのこれなんて読むかなサトラゴ、えー、スト <laughs> な,んてなんて読みますかこれは、えー、サラトガサラトガスプリングスニューヨークニューヨークマンハッタンから3時間半ぐらい 車でで北部に上がったとこですね。だからこうボストンがニューヨークからずっとこう、えー、東に行ったとこか,だからそこから5時間ぐらいまず初日に行って23時間運転してノースハンプトンこう西に戻ってくるんですよねでさらに西に戻ってきて23時間運転してそのサラトガスプリングスニューヨーク、えー、これ3本3日連続のツアーレンタカーしてね行こうと、えー、思っております また新しいメンバーもね、ベースのレイベン・カイナーって、えー、ちょっと紹介してもらった新しいメンバーも来るが、それも楽しみでですね、えー、ちょっとリハーサルして、またその辺の様子もね、お届けできたらいいかなと思っておりますのでですね、皆さん、ちょっとまだまだ日本は、えー、決まってないですが、えー、いいニュースをね、またお届けできるように。 えー、ニューヨークから頑張りますのでその辺もよろしくお願いしますということで今日も皆さん張り切っていってらっしゃい <music>